挙で大人気キャラクターの10モンスターがなんと iPhone5 用と 4S 用ケースとなってやってきました。最近出てたケースはほとんど iPhone5 用だったので 4S 使ってる人には待望のパズドラケースだったと思うんですけど、じゃん、こちらが iPhone4S につけた2位のハクです。これがですね、売り上げナンバーワンの大人気ケースになっております。でケース自体はベースは白なんですけど、上にプリントがあってですね、ちょっとこのプリント部分がちょっとデコボコ、凹凸があるんですよね。プリントの凹凸があって、なんか質感がいいです。触り心地が良くてちょっと高級感があるケースだと思います。ケース自体はすごく軽くてね、薄いので iPhone の形が大きくなったりしてなくて使いやすいケースだと思います。はい、こうですね。で、第1位だったケースがこのバルキリーです。キバルってやつですね。はい、このモンスターの登場で回復パーティーが盛り上がっているところだと思います。で、私の一押しケースはマックス村井がアテナを攻略したこのキリンのケースです。すごい華やかですよね。はい、モンスターがそれぞれのケースで一番ね、大きく派手にデザインされているので、モンスターが大好きという方には、この自分の好きなモンスターがね、このケースの中にある方は本当に一押しというか、もう絶対ゲットしておくべきケースだと思います。はい、全10種モンスターは記事の方でチェックしてみてください。 iPhone5 用、4S 用のパズドラモンスターのケースでした。バイバイ。8月上旬にオープンするアップバンクストア新宿店の行き方を紹介したいと思います。駅からこのお店までの行き方を一緒に見ていきましょう。行ってみましょう。はい、ということで気が